さあゆきまるくん、もうそろそろ夕食が出来上がりますよ。うん。もうちょっとで夕食できるよ。夕食が近いとね、テンションが上がってくるからね。ママさん、あと30分でご飯が炊けます。はい、セット完了。あれ、今日は角煮が出るんですか？そうなの。この間ね。はい。ちょっと硬かったから。はい。やっぱ手抜きしちゃったから。リベンジ角煮。でも今日もね、圧力鍋でやってないの。まあでも、まあ。すごい。ちょっと暗くて見えないけど。今日は角煮とどんな予定ですか、メニュー？角煮と。アスパラとベーコンの炒め物と鶏軟骨の生から揚げと煮物。今日は居酒屋風、居酒屋メニューですね。マンボウでお酒飲み行けない。ああ。でもママさん家でも飲まないじゃん、全然。うん、あまりね。美味しくないんだ。やっぱりお店で飲むのが一番美味しい。美味しい。今は厳しい。今は厳しい。まあね、仕方ないですね、ぎっちゃんね。まではね、うん、責任あるお仕事だから。まあそうだね。感染したら大変だよ。そう。反応してる。それ何刻んでんの？シソ。あ、シソ？あれ？角煮に入れんの？違う。今味付け卵を作るから。ああ、はい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 。それに入れるの。出来上がりましたね。これは鶏軟骨。いいですね。あれ、なんか角煮のタレかなんか使ったの？そう、今似てるね、タレがたくさんあるから、うん、これちょっと取って、はい、揚げたてに絡めた。へえ。本当は塩コショウでシンプルに食べようと思ったんだけど、うん、ちょっと変えちゃった気分で。いいですね。お次はアスパラベーコンですね。ちょっと炒めすぎちゃった。あ、炒めすぎた。湯がいてからじゃなくて、もうダイレクトに炒めてからさ。ああ、なるほど。茎って硬いじゃん。確かに。はい、じゃあ煮物もね、出来上がったので、あとは角煮。うん、ご飯ももうそろそろ炊けるんで。あと何分？あと5分。うん、もうなんか早く食べちゃいたいけど、しょうがないね、きいちゃんね。うん。きいちゃんテンション上がってるね。うん？ご飯もうできるよ。かきました。これは卵入れる。お、照りが出てますね。ママさんまで揺れてますね。これもう完成？うん、ちょっともうちょっとトロトロにして。そしたら完成。うん、いいですね。漬け込みか。うん、タレかけます。はい、タレかけます。いいですか？はい、どうぞ。お、タレかけるとなったらすごい膨らんでる。きいちゃん。いいですね。生姜も入れちゃう？あ、生姜も入れちゃって。実はですね。はい。普通大体ネギと生姜なんですけどね。こう入れるほら、肉の臭みをね。はい。取るから、ネギと生姜入れるじゃないですか。入れますね。今日はなんと。はい。昨日ミートソース。はい。食べたから。はい。セロリ。余ってたんで、セロリにしました。臭みを取るのに。はい、若干味が違うと思います。これぐらいでいいですか？かけるの。あ、もうちょっと入れてくれると助かりますね。あとはご飯をね、持って完了ですね。これぐらいでいいですか？あ、オッケーですね。そのままなんかご飯にかけても美味しそうですね。そうだね。あ、この間ね、コメントであったもんね。なんて。なんか急に後ろに回り込んでるよ。いいじゃん。あ、ぎーちゃん。もうご飯だからね。ゆで卵。さあ。乾杯ですか。はいよ。はい、ただいま、あ、間違えた。いただきます。はい、いただきます。角煮からいっちゃっていいですか。どうぞ。いいね、あ、柔らかい。おっぽ。うん。うん。震えが来てる。うん。面白い。うん。からしつけた。うん。うん。うん、あと、これ、この軟骨食べてみてください。うん、その豚さん食べた後、うん、忙しいね。豚さん食べて、鳥さん食べてね。ぎーちゃん、何してるの。ぎーちゃん。ぎーちゃん。これ、非常にご飯に合いますね。そうですか。はい、じゃ、次は、こちらをいただきます。うん。うん。これはお酒に合うと思う。うん。もうね、焼酎に合いますね。飲まないけどね。うん。じゃあ私も食べます。はい、早く食べた方がいいです。今日も圧力鍋使ってないんですけど、まあ美味しそうですね。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまです。確認良かったですね。うん、美味しかった。あれで完成形ですね。そうだね。もっと柔らかいのが好きなのね。そういえば前回いただいたコメントで気になるものがあるようで、春を課題にしたああ、雑談動画ですね。そうだね。すごいみんななんか本当にロマンチックっていうか、ロマンチックなんて言ったらいいのかな、素敵だなと思った。春の感じ方が、うん、木室ワイトさんとかね、くーちゃんママさん、かずみさん、中垣さん、ふみさんですね。春をね、感じるコメントをすごく、早く春来いみたいな、春来い気分になりました。すごいなんかいろいろほら文章からね想像して、ああ、いつもの文章でもうなんかその風景を感じ取っちゃうってやつですか。そうなんです。風の香りとか、ああ、ママさんのね妄想力というのはねすごいよねすごいからねそれで味覚まで再現しちゃうからね。そうなんです。だからこういうコメントいただくと自分がそこにいるような気分になってしまう。やばいね。なんかもう会ったことないのに会ってる気分になっちゃう。なんかあれだね、映画に行ってもさ、天然で4DX 行けんじゃん。自己 4DX 香り感じるとかなんか言ってる。ぎーちゃん、ぎーちゃん、なんか言ってる。食べ物だけじゃなくてさ、お花とかさ、春の香りね、うん、いいですよね。この前ね、桜フラペをね。そうなんです。私ね、ちょっとね、写真とか何も見てなくて、今回、うん、情報とか何も入れないで行ったんですね。はいはいはい。で、パブさんが白玉って言ったから、うん、私ね、白玉がトッピングされてるもんだと思って楽しみにしてたの。うん、白玉好きだから、うん、そしたらね、白玉入ってないじゃない。まあ一応入ってたけどでっかいやつを想像してたんでしょ。丸いのがトッピングされてると思ったの。食感がね、そう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 。飲んでたらこう白玉のちっちゃいチュブチュブチュブっていうのが入ってるみたいな。そうだね。あ、でも長い八つ橋が乗ってたよね、うん、桜の。あれ美味しかったね。美味しかった。和菓子屋さんに行きたくなりました。てか最近ね、ちょっとね、気になってるケーキ屋さんがあって、はい、でもういっつもね車止めたいなと思うんだけど駐車場ないのね。でみんな路駐しているわけ。結構ねパトカー多いのそこ。ああ、私怖くて止められないのね。そこのケーキ屋さん、どうしよう、バイクで行こうかなっていうぐらい行きたいとこなの。本気だね。うん、駅前にもなんか和菓子屋さんがあるんだよね。職場の方ね。うん、まあゆきまるくんもね、そろそろ春だからね。発情期。うん、春めいてくるんじゃない。怒ってる。じゃあまあそんな感じでね、終わりにしましょうか。はい、今日の動画が良かったらコメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。